当に辞めちゃうんですか。助かってんだけどな。井口さんぐらい丁寧で安いとこ他にないかな。じゃあ急ですけど例のやつ明日までに。はい、心の健康センター電話相談室です。もしもし、いや、ちょっと死のうかと思ってまして。最初の電話でいきなり死にたいなんつって申し訳なかったっす。今ですね、新しいこと始めたんですよ。きっとあなたも喜んでくれると思います。素人の勘だから外れりゃよかったけどな。関連の半端じゃない数持ってっからな。何の勘だよ。死に方決めたかったんだ。あんたに買いそうになった写真見てたな。本で同じ胸のくぼみ見たの思い出したんだよ。見るほどそんな風に思えてよ。なんてこった。電話相談室じゃ死にたいって言いながら病気のことは何も言わなかったわよね。ガンだったんだ。死にたい理由が病気だったら専門じゃないって切られそうな気がしてな。電話その様子じゃもうかけない。覗きは無理ね。言われなくてももうあんたに迷惑かけねえよ。あれは最後の願いだったんだ。
体まだまだ動けるぞ。そう簡単に死んでたまるかっつんで。けどあの後自分が家で手に五寸釘打って、腹が痛いの紛れっかと思ったら両方痛え。それで許されることじゃないね。分かってるよ。バカ。どうせ死ぬんだから夫の心もつかめない、自分を解放できない頭でっかちのどつき眼鏡の女でもからかって死んでやろうと思ったんだ。死に方決めたなら余計なことせず、人に迷惑かけず、勝手に死んでくれ。誰？あなた粉末なんですね。僕は錠剤で飲んでました。うんこの匂いを消す薬。あなたも自分のうんこの匂い嫌いですか？僕も少し前まではそうでした。なんか親近感感じちゃうな。もしかしたらないか。何がですか？何でもないよ。何だろう。とぼけんな、写真だよ。え？なんでもないよ。見たんですか？なんだと？やっぱりそうなのか。おい、あのお冷やの味、トイレに行った後変わってませんでしたか？え？つもりだったんだけどよ、一度だけ声聞きたくてよ。ねえ、
お願いがあるの。どのぐらい撮ったんだ写真。それ以上のこともしたのか。え、したんだろ。凛子はこの間の人殺しの場所にもよく行くのか。どうでしょう、全部撮ってくれ。撮った写真残らず全部。僕も初めて行った時は驚きましたよ、この間の場所は。でも大丈夫、すぐに慣れますよ。あなた僕と似てるから。私が欲しいのは写真だけだ。本当に全部もらえるんだろうな。正面に紙袋が置いてありませんか。そんなもんで俺が納得すると思ってんのか。俺はな、お前が凛子に送ったアルバムを見てんだよ。俺が見たいのは凛子の本当の姿全部だ。見たのか、あれも。じゃあそれで凛子の本当の姿全部だよ。脱げ、服。ひざまずけ。切らなくていいってことになったんだよ、バカ野郎。死ぬぞあの女。そっか、よかったな。お前のためにおっぱい切らないで綺麗な体で死んでいくんだ。醜く生き続けるよりそれはずっといいわな。その写真はあの人から頼まれたんだよ、あんたに渡すように。なんでだ、なんで凛子はそんなことすんだ。修道場に乳がんが多いのは禁欲生活のせいらしいですよ。一つあんたに聞きたいことがある。辰巳凛子は修道女か。辰巳凛子は修道女か。なんでお前が凛子の病気見つけてやらないんだよ。
前もここで死ね。リンコが死ぬとこ見たくねえんだろ。俺はな、代わりに見届けてやるよ。今からな、あのマンション俺のもんだ。俺とリンコの二人だけの生活が始まる。お前もな、祝福しろ。私もすぐに行くわ。ですか。はい、そうですよ。じゃあ、そろそろ行くわ。私もすぐに行くわ。
Oh!